次はワールドリポート。今日はロシアからです。バンクーバーオリンピックまであと1年余り。フィギュアスケートの選手として日本からロシアに渡り、ロシア国籍を取得して表彰台を目指す女性がいます。オリンピックにかける思いを取材しました。去年12月のロシア選手権。注目を集めたのは川口優子選手とスミルノフ選手のペアでした。小柄な体格で次々と繰り広げるジャンプ。そしてダイナミックなリフト。大胆さと繊細さを兼ね備えた演技に大きな拍手が上がりました。川口・スミルノフペアは見事優勝。強豪国ロシアのオリンピック代表候補に躍り出ました。ロシア第二の都市サンクトペテルブルク。川口選手は5年前からこの町で暮らしています。その前には全日本選手権のペアを連覇したこともありましたが、世界で勝つには新しいパートナーとコーチが必要だと考えたからです。川口選手が目標にしているのがソルトレークシティ大会の金メダリスト、ロシアのベレズナヤ選手です。美しい姿勢を保ちながらもダイナミックな演技を繰り広げる姿に憧れてきました。私の最初に好きになったスケーターがエレナ・ベレズナヤさんだったので、ロシアのバレエもロシアのスケートも大好きなので、それでやっぱこの国にいるのかな。指導するのはベレズナヤ選手を育てたモスクビナコーチです。川口選手はこのコーチの下で息の合ったスミルノフ選手と組んで初めて世界の頂点を極められると、ロシア国籍を取得する道を選びました。今は3月に開かれる世界選手権に向けて調整を続けています。パートナーのスミルノフ選手が川口選手を持ち上げたまま滑る練習。モスクビナコーチからは2人の一糸乱れぬ動きの中で美しさを最大限引き出せる技術について指導を受けています。ロシア人選手として高まるメダルの期待。キャリア22年の川口選手にとってオリンピックは幼い頃から打ち込んできたスケートの集大成です。もちろん大目標はそのバンクーバーですね、の表彰台なのか。川口選手はロシア選手権で優勝、ヨーロッパ選手権で2位となり、来月末の世界選手権で上位の成績を収めればオリンピックロシア代表の座を獲得するということです。